る月の真下黒い猫は伸びている。目の中に二つ目と三つ目の月を入れている。黒くて暗い秘密の道、何もかも独り占め。旅は素敵、一人ぼっちさ。しんとした時は流れ、月はじっくり痩せてゆく。私が誰に見せるものでもなく、誰に問いかけているものでもなく、物語はまるで映画のように、観客のない映画のように。しんとした時は流れ、月はゆっくり太ってゆく。私が全てのことを、世界のあまたを、さまざま飛び交う声や顔や仕草を、悲劇を喜劇を、溢れるユーモアを、全部を見ている誰かがいてくれるのなら、全部を抱き止めている母がいるのなら、もしくはいないなら、しんとした時は流れ、月は私を変えてゆく。私が私が